ブックピープルご覧の皆様こんにちは、武田邦彦です。私の方でガリレオ砲弾、砲弾というんですから何言ってもまあいいっちゃいいんですが、それをやろうと、あんまり原発の話だけでもなんなんで少し発展させていこうと思いますが、先週ガイダンスをやりましたが、今週から直接的にホルミシス効果というものをやりたいと思います。ホルミシス効果というのはですね、放射線を浴びないよりか浴びた方ががんが少ないと、こういうものなんですね。放射線の危険なものであれば浴びない方がいいかなと思うとですね、実は浴びた方がいいと。それで私は1年1ミリなんつって放射線危険ですよなんて言ってますので、そういうホルミシス効果というものは私は認めてないという方がおられます。そんなことはないんですね。ホルミシス効果っていうのはちょっと言葉が難しいんですが、まあ、言ってみれば免疫ですから。だから免疫、人体は免疫が効かないなんてそんなこと私言ってらっしゃらないんですね。それからまあ私の研究の一端をご紹介しますと、これについては2つ私は人生で研究してきました。1つはですね、人間の体もしくは動物の体に発生してくる自分の体に出てきたがんを抑える自分の人体のものですね。これ TNF、 私が研究したのは TNF っていうがん壊死因子というものですね。血の中に緑、がんにかかりますと血の中に緑色の TNF が発生します。自分が作るんですね。そして自分の体の中にあるがんをやっつける、まあ、こういう研究をいたしました。お医者さんと組んでやりまして、お医者さんがもちろん臨床の方をやりまして、私が動物の体から TNF を分離するっていう、まあ、私物理なんで、その TNF が医学的にどうだっていうんじゃなくて TNF を分離する仕事をしました、まあ、その時にまあお医者さんと一緒だったので、まあ、いろいろ勉強いたしました。2番目はですね、私名古屋大学で自己修復材料っていうのをやりました。これはこういう人間が作ったプラスチックとかそういうのがですね、自分で治すと。治すためには空気を吸って呼吸をし、おしっこを出しながら治すっていうですね、まあ、ちょっとだけ見るとなんか生きてるみたいな感じで、まあいろんな雑誌にも取り上げられたりいたしましたが、そういう研究を2回いたしました。そういうことをベースに少し解説を加えて、やりたいと思っています。後ろにですね、実に古い図が書いてあります。これがですね、地球ができて一番初めにできた生物に非常に近い化石であります。ストロマトライトという卵巣類の化石でオーストラリアにまたあるんですね。皆さんこれ見るとびっくりしますが、数十億年前の生物の死骸がですねこうやって現在見れるっていうのは本当にびっくりしちゃうんですね。地球ができた時はですね、宇宙がドカーンと爆発してできた時にできた元素がわーっと散るんですね、宇宙全体に。一回は散るんですけど、まあまあそれぞれ固まってきまして、まあ、我々だったら太陽系ってのができるんですね。宇宙が誕生したのがだいたい今から140億年前、それから太陽系ができたのが今から50億年前ですから、宇宙ができたから90億年はなんか漂ってた塵が集まりまして太陽系を作るんですね。で太陽系を作るときにうっかり地球もですねその 一部になってしまうんですね。ということは地球もほとんど宇宙に漂ってたもので作りましたから、宇宙ができたビッグバン、今から140億年前にできたもので実は地球ができたんですよ、ほとんどそのものですから。地球の組成元素をですね見ますとね、宇宙ができた時の元素とほとんど同じっていう、まあ、非常に壮大な物語なんですね。ということはどういうことかって言いますと、水素、炭素、酸素、シリカ、鉄、この5つの元素でできてるんですね。他のものも例えばありますよ、窒素はどうしたの、うん、できてるんですが、まあ、それは10分の1とか100分の1なんですね。ほとんどの元素はその5つなんですね。この5つからできたものが空気、これが CO2 ですね、これが空気です。今は空気って言いますと窒素とか酸素ですけど、宇宙の空気ってのは全部 CO2 ですね。皆さんが憎らしいと思ってる CO2、 温暖化の CO2、 それから水 H2O、 それから土SiO2、 それから鉄 Fe もしくは FeO もしくは Fe2O3、 まあこういった鉄ですね、この4つでできます。それがこう固まってきますね。そうしますと一番重たい鉄が真ん中にきます。これがマグマ、その外側に次に重たいもの比重 2.2 ぐらいの土 SiO2 がきます。その外側に水比重が1、それから SCO3 2と3が出す、こういうのができますね。これが地球の場合46億年前にできます。こんな話をするのはなんでなんかまどろくし話してるんですけど、実は放射線で子供を守るにはこの話知らなきゃいけないんですね。本当に知ってもらいたいと思いますね。で、
地球ができます。そうするとね、大気は全部 CO2 なんです。これは現在金星も火星も 95% CO2 ですが、もちろん地球も 95% CO2 だったんですね。でそこでですね、太陽の光行きます、水が発生しますね。そうするとね、変なのが出てくるんですよ。それはですね、CO2 の分解触媒っていうのが登場します。ちょっとこれここに見えるかもしれませんが、 CO2 がですね、炭素と酸素に CO2 がまあ大気なんですけど、それを炭素と酸素に分離する、ここに触媒が出てくるんです。この触媒が実はこの生物だったんですね。生物っていうのはですね、太陽の光を利用してあり余るほどの CO2 を炭素と酸素に分解する 触媒なんですね。今はですね、野菜を食べたり植物を食べたりしますね、あれ生きてるように見えるんですが、僕は生きてるとは思ってないんです。植物っていうのはですね、なんでできてきたかというと、これ植物なんですけど、まあ原始的な植物ですからちょっと紐みたいなものなんですが、結局こう分解するやつだってできちゃったんですね。それで炭素は自分の体の中に取り込んで作る、それから酸素は空気中に出すと、まあその頃は水中だったんです。これは非常に重要だと、水中に出すと、海の中に生物がいたんですね。で太陽の光があって、ちょうど地球の気温がまあまあ適切だったんで、こういう触媒ができたんです。触媒なんですよ、生物は何も生きてるわけじゃなくて触媒ですね。でそれがまあ生きてるんですけども、それがものすごい大量にできます。もう海の中に生物だらけ。それで、どん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  C と O2 に分離していきますね。そうすると 95% の CO2 がずっと下がってくるんですね。下がってくるとともに空気中に酸素が出てきます。でこの酸素が出てくるわけですが、その当時はですね、太陽から直接光が来るんですよ。そうすると太陽は原子炉ですから、核融合炉ですからね、まあ、ものすごい危険な放射線がバンバン来るんですよ。紫外線も来ます。ですからね、その頃の生物はですね、一応こう考えられてですね、海の中にじーっとしてるんですよ。ほんで表面に出てくると大体10メートルぐらいのところで全部皮膚がんで死んだと考えられてる、まあ、その頃はもちろん皮膚となりませんが、まあ、単細胞だったらもうその細胞自身がやられてしまいます。そこで太陽の光を浴びるために表面に出ようとはするけどやられる、表面に出ようとはするけどやられるのを繰り返すんですね。そうするとそのうちね、変な生物が出てくるんですよ。つまり太陽の近くに海水の面に近づこうとするとどんどん死んでいくんですけど、そのちょっとだけね、強いのが出てくるんですよ、やっぱりね。それ少しずつ少しずつ海水面に近づくんですよ。その時に出てきた生物っていうのはどういう生物かっていうと、太陽からの放射線とか有害な紫外線を浴びて自分の体の中にどうしてもがんができるんです。これがんを防ぐのは難しいんです。そのがんができたらすぐやっつけるっていうね、そういうものを持ったものが出てきて、それが、海の表面に出てくるものですから、これがねやっぱり太陽の光を浴びますから、ね、余計にエネルギーが取れてどんどん CO2 を分解できる。つまり自分の体、C が体です、体を作れるっていう生物ができましてね、それが繁栄してくるんですよ。そうするとますます分解が早くなって、どん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 分解してくるんです。そうするとそのうちですね、海の中は全部酸素でいっぱいになっちゃって、それでも海から空気中に今度は酸素が吹き出てくるんですよ。そして今度は酸素がダーッと吹き出てきて、実はもともと CO2 だけで、二酸化炭素だけで酸素がなかったんですけど、そこに酸素がどん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 増えてくるんです。それがさらにですね、もっと増えてきましてですね、生存源まで行くんですね。これはまあ今の図で飛行機なんか飛んでますけど、まあ今からだいたい15億年ぐらい前ですね。その頃ですね、どん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 出てきますので、それがですねどういうことか不思議な因縁なんですが、成層圏まで行きますとね、そこで強い太陽の光を浴びて、実は酸素の O2 なんですよね。 O2、 酸素の O2 なんです。まあ、ここに書きましたよね、酸素。皆さんも中学校かなんかで習った、いくら科学の理科の嫌いですと O2 ぐらい知ってるかもしれないですね。これがね O3 になるんです。まあ、数を書けば3個の、まあ、書かなくていいんですが、3個の酸素が2個の O2 になる、まあ、6ですからね、これ合うんです。まあ、これ3個の酸素が2個のオゾンになる、これがオゾンですね。オゾン、これでオゾンのところこうずっと上っていきますからね、酸素が上っていって、この成層圏まで来たら、ここで太陽の光にバシッと当たってですね、オゾンができた。実に不
思議なことに、まあ、不思議じゃないんですよ、これは本当はちゃんときちっと学問的には不思議はないんですが、まあ普通に考えますと実に不思議なことに、上空のこの酸素はオゾンになって、そのオゾンがですね、実は有害な放射線とか紫外線を全部シャットアウトしたんですよ。つまり吸収しちゃうんです。それで地上にはですね、太陽の有害な放射線が来なくなるんです。つまり生物は多分その頃頭がないから分かんないと思うんですね。自分の生活を楽にするために、今まで皮膚がんで死んでたの、死なないようにするために酸素を出したわけじゃないし、酸素が成層圏に行ったらオゾンになったことなることも知らないし、だからオゾンが今度有害な放射線をシャットアウトするってことも知りません。だけど全部自然に行われます。そうしてここにオゾン層ができます。まあこれオゾン層も環境でよくご存知だと思いますが、オゾン層ができましてですね、そのオゾン層ができたので、今までも戦いながら海水面に近づいた生物が一気に海水面に出てこれるんです。そして陸上に上がるんですね。ですから陸上に上がって生物が陸上に上がることができたっていうのは、オゾン層ができたからですね。オゾン層がなぜできたかっていうと、生物が O2 を吐き出したから。それでその O2 が成層圏に上ってオゾンになると。でオゾンが偶然にも有害紫外線を、つまり短波長電磁波なんですけど、短波長電磁波を吸収する性格を持ってたっていうことなんですね。まあ、よくあの地球外生物はおりますか、まあ、それはいるんですよ、いくらでも。だけども今のような、例えば生物が生まれてから37億年経ってるんですが、37億年という期間にこれほどの繁栄した生物ができるかどうかは分からないんです。これは非常に何個かのそういう偶然が重なって生物が繁殖し始めます。これをまあ全体をちょっと見ましてですね、地球は46億年前にできます。縦軸に酸素濃度をとっています。 CO2 の濃度ですね。最初 CO2 だけなんですね。それがずっと下がってきました。それで生物が誕生し、まあ最初の時は CO2 はですね、なんでこれなくなってるか、生物のいるのになんでなくなってるのかって、最初はです、海に溶けるんですよ。それから CaO とか、ちょっとめんどくさいんですけど、 CaO とか MgO とかいうですね、いろんなこう岩石がありまして、それに CO2 がつきましてですね、まあ、いわゆる炭酸、今の、サンゴ礁とかね、それからコンクリートなんかそうなんですけど、そういったものをどんどん作っていく、石灰石とか。それが一段落しますと、それでも相当残ってるんですよ。 10% ぐらい残ってるんですよ。それを今度は生物がどん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 食べ出すという、そういう経路をたどりまして、これからじわっとですね、空気中に酸素が出てくるんですね。それでこの陸上生物がこれで、まだこれ陸上生物出ませんが、猛烈にこう近づいてくれるので、どん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 増えて酸素がバリバリ吹き出してきます。そしてこの今からちょうど6億年前に、ついに陸上植物が誕生する。もう陸上に来ますとね、もう勝ちなんですよ。 CO2 はまだバンバンありますし、ね、太陽の光直接ありますからね、それで流行ります。だけども今でも皆さんですね、植物の葉っぱってなかなか悲しいんですよ。あれ悲しいのはですね、植物の葉っぱって太陽の光があればあるほど光合成がどんどんできる。しかしね、やっぱりね、皮膚がんになるんですよ。あの植物の葉っぱって皮膚がんになるんです。で、ものすごく防御してるんですよ。あの我々の体の防御はメラニンとかですね、こういったもので防御します。植物はですね、あのフラボノイドっていう系統の化合物で非常に複雑な防御をします。もしも、もしかすると将来ですね、植物のそういう紫外線の防止系で非常にいい薬ができるかもしれませんね、塗り薬とか。まあ、植物、動物はですね、日陰に隠れれば紫外線による、太陽の光による皮膚がんがないんですけど、植物はですね、日に当たらないと餓死しちゃうし、日に当たると皮膚がんになるっていう非常に難しい関係にあってですね、それであの植物の葉っぱはとても工夫をして今でも生活してるんです。だけども昔に比べれば短波長電磁波、つまり放射線だとか紫外線が来ませんから、それは地球はですね、今生物の宝庫になったと。こういうことですね。ちょっとですね、これはなんでホルミシス効果に関係があるんだっていうことですけども、今日今私が話したこと、次回からのですね、人間の体の防御っていうのがどうなってるのか、今でもちょっと分かりましたですよね。我々がの先祖、ご先祖様、大腸菌みたいなものですが、そういったものはですね、皮膚がんと戦いながらやってきた。それで皮膚がんに勝ったものが今残ってるっていうことなんですね。ですから我々の体の中には
放射線だとか紫外線に対抗するものがある。これがホルミシス効果である。ホルミシス効果を生物が獲得したのはこのオゾン層がなかったからであります。それでは次回またお話を。